今回はフィギュアが届いたので、開封していきたいと思います。若干も見えてますが、エヴァンゲリオンのフィギュアを購入しました。それでは開けていきたいと思います。はい、取り外しができました。ちょっと固定してないのがびっくりしました。で、フィギュア自体です。アスカ自体はゴスロリの、廃墟に座ってるっていう形です。正面はこんな感じです。見た感じ結構ちゃんと作り込まれてますね。顔がここら辺もしっかりなってるので、ちゃんとなってます。足の部分とかもまあ綺麗だと思いますね。ここら辺が多分一番口とか安めのやつとは違うっていう感じですかね。綺麗になってます。それとこちらもしっかりなってるので綺麗ですね。びっくりしました。クオリティが高いなぁと。多分私が持ってる中で一番綺麗なフィギュアですかね。こんな感じです。これの置き方がちょっと合ってるのか微妙なんですよね。裏は、でも一番上ですよね、普通。で、ここに固定してないので、固定されてないので、あれなんですけど、足が浮いてるんです。これでいいのか。でも、なんか座って、足ついてるような感じなんですけど、微妙に違う。こうか。これならギリギリついてるような感じになるので合ってるのかな。しかしここら辺とかもしっかりなってるので、ほんと綺麗ですよね。はい、買ったのは、これですね、ゴスロリバージョンですね、アスカの。で、このシリーズはいっぱい販売されてるようで、私も買ったのが多分結構安めのやつなんですけども、かなりいい出来です。今回は、エヴァンゲリオンのアスカの、ゴスロリバージョンのフィギュアを、開封してみました。ありがとうございます。こんな感じですね。シールは平気っぽいですね。はい、今回はフリマサイトで買ったんですけども、若干怪しいとこはありました。シールがちょっと剥がしたような感じがあったのと、箱がかなりボロかったので、新品未開封って書いてあったんですけども、上げてるっていうところを前提に買いました。まあ値段も安かったので。ただ上げてみると多分箱自体は開けてるんですけども、フィギュアは多分開けてなかったように感じられました。すごい綺麗になったので。皆さんも、フリマサイトで、フィギュアを買う場合はですね、基本的に、開封済みっていうところを前提に買ってもらった方がいいと思います。ブックオフで買うようなイメージで買ってもらった方がいいと思います。以上です。